何みんな全体的にあれなの？色素が薄いの？ここの子たちは。ん？あっこ渡っていけるんじゃない？ねえ、なんかあるよね、行ける場所。気になるけん、ちょっと行ってみよう。ほらほら、あ、そんなとこから降りるんや。ちょっとびっくりした。何ここ、あ、なんか落ちとる。アイナは技マシーン30、シャドーボールを見つけた。シャドーボール、こんだけか。びっくりした。めっちゃびっくりしたんやけど。何が現れたんかと思った一瞬。なんかおるよ。私がラプラスに乗らないのはラプラスより早く泳げるからだ。絶対んなことないやろ。海パン野郎の太平が勝負を仕掛けてきた。一瞬変態かと思った名前。もう生こぶし。え、生こぶしって捕まえれる？てか生こぶしでちゃんとポケモンなんやね。レベル31もあるし、あ、カビゴン寝てる。カビゴン寝てるよ。起きてね。起きてジェットパワー攻撃をするんだよ。ごめん、カウンターとか言われてもこっちが攻撃繰り出してないから。生拳ってああいうポケモンなんや。なんかすっごいちっちゃいのしか見てないけんさ。こう見たらなんかすごい可愛いね。いいな、いいな、私も欲しい。さ、カビゴン起きて起きて。まだ寝てるの？本気を出す攻撃。本気を出しなさいよ。寝てるてか寝てるのに立ってるってすごいな。生拳って何系ポケモン？水？まあ、水は入っとんかな。だってね、前生拳投げのアルバイトした時だって、水際におったし。さあ起きて、Z パワーを体にまとった。カビゴンが解き放す全力の Z 技。いけーい。本気を出す攻撃。生拳、プチっていきそう。ね、大きさ的に。生拳の飛び出す中身？何飛び出す中身って怖いんですけど。え、なんか出た。あれ？中身。なんか口から手みたいなもの出てきたけど。早く泳げるのは勝ち負けに関係ないのか？まあそりゃ関係ないと思うよ。レースとかじゃない限り。ね。サメ肌やニョロボンの泳ぐ速さにはシャッポを脱ぐね。シャッポって何？よくわからないんだけど。まあ、とりあえず勝った勝った。んで、次私はどこへ行けばよろしいのかしら？とりあえずちょっと一旦回復しとこっか。だいぶみんな、ヘロヘロになっとるやろうけん。はい、ポケモン休ませてくださいまし。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用をお待ちしてます。ありがとう。はい、それじゃあ、目的地ちゃんと書いてくれとるね。ふぅ、こういう時に、マップはやっぱり役に立つ。あ、エーテル財団のとこに。なんかすげえ当選簿されてる。おや？案外早かったじゃないか。あんたら子供相手にもたもたしてるからさ。さてと、あたいの出番だね。なになに？あんた言っただろ？次邪魔したら本気でやっちまうからって。いや、そっちが邪魔してんじゃないの。また来たよ。スカルダン幹部のプルメリが勝負を仕掛けてきた。あ、ここはやっぱり幹部って書き方やけん。前に戦った、誰か忘れたけど名前。グズもやっけ。なんかそんな感じの名前のやつ。あいつはやっぱりボスって書いとったけんボスなんやね。おーし、いっけ、ピカチュウ。
カビゴン交代よ。いっけピカチュウ。さあそして、ああ結構なダメージ。あ、ピカチュウは猛毒を浴びた、なんてことだ。あ、でもピカチュウに噛みついたけん麻痺しとるやん向こう。いやでも麻痺よりさダメージ受ける方があれよね。ほい、それじゃあ必殺のピカチュウとお見舞いしようじゃないか。さあ行くよいいな、ピカチュウのあの手の短さがいいよねピカチュウは Z パワーを体にまとった。さあ全力の Z 技を、いくよ。あの投げ方が必殺のピカチュウと、そして殴る。効果は抜群だ、イエーイ。一匹だけやった。あーごめんねピカチュウ。エンニュートを繰り出そうとした。あ、エンニュートあれか、入れ替える。じゃあアシレールでいくよ。さあピカチュウ戻って、いっけアシレール。あ、でも地面系ではなかった気がするな、ドラゴンやったっけ。うわーやっぱりなんか気持ち悪いあ、でも水で全然いけるね。よし、じゃあ、歌方のアリアで。ふん。水タイプのポケモンに炎タイプの技とは。しかもレベルもそんなに強いわけじゃないけんね。おし、効果抜群。2匹とも一発でやっつけてしまった。ふふ。はん、自分が嫌になっちゃうね。まあまあ、そんなに攻めなさんなよ。あんた大したもんだよ。まあ子供相手に手間取るのもわかる強さか。ただポケモンを返してほしければあんた一人で来るんだ。ボスがお待ちかねなんだ。フォータウンの与えるのアジトで。フォータウン、そこにアジトがあるの。うん、負けちゃいけない勝負は楽しくないよ。ねえみんな大丈夫？なんかあったんかな、中何も取っていかれてないよね。ヤンちゃん、許せない。っていうかスカルダーの割に頭いいことしちゃって。ポケモンを返して欲しければアユナ一人でポータウンに来いってあいつら言っていたよね。スカルダーの連中はポータウンを ねじろにしてるの。15番水道に着物の人を探せば力になってくれるかも。着物の人、これあげるから。ヤンちゃん、ヤングースのこと。お、不思議な飴ありがとう。回復ポケットに入るんやね。不思議な雨ってレベルが上がるやつやろ。ヤンちゃん大丈夫ろとか、早く助けに行くろと。頑張ってくるね。あの子がいないと怖くて眠れない。ポケモンが連れ去られ傷つけられるかもしれない。私には耐えられません。アイラさん助けてあげてください。え、なんかめっちゃ普通に外出てるけど大丈夫？取られんかったんや。お姉ちゃんお願い、強いんだろ。うん、強いよ私は。スカルダーの連中はポータウンをねじろにしてるの。着物の人っていうのがよくわからんけど、とりあえず行ってくるよ。アユナごめんよ、俺のせいで危ない目に。ハウ関係ないじゃん、なんかした？おし、じゃあ15番水道の着物の人を、これエリートトレーナーやったっけ。アローラ？なんで疑問系？アローラって挨拶でしょ。だって要はこんにちはって言われるのと一緒やん。お、サンド。え、なにこれ、サンドもアローラ仕様ですか。可愛いんだけど、白いサンド。いいないいな。そんじゃ、回復はしとんかなみんな。してない。おっしゃ、アシレーヌ行くよ。ピカチュウが毒を浴びたままだ。ほら超かわいいやんサンド。きっとサンドパンになってもかわいいままなはず。よし行くよ、バブル光線。だってサンドからのサンドパンって結構かわいいよね。
まあサンドの丸っこさの方が私は好きやけど。いいな、あのサンド私も欲しい。お、カビゴンがレベル47に上がった。ガラガラ、このままでよろしいです。アローらしいよ、その子も。お、アローらしいようや。アローラのガラガラはあれはね、普通の骨じゃないんやね、持っとるのが。なんか武器までかっこいいんやけど。炎をまとっている。あ、そう、アクアジェットはそこまで効かない。あれを見たらなんか火器の試練を思い出す。バシレーヌが火傷を。なんてこと。でもほら、自分の水技で、自分の水技で冷やしときな、アシレーヌ。効果は抜群だ。おし。エリートトレーナーの勇気との勝負に勝った。アローラ。何、アローラってそんなに使い勝手いいの？アローラ。アローラしか喋らんやないか。どういうこと？着物。この人？どういう状態かがよくわからんけど。あ、後ろを向いてたのね。誰でしょう。やれやれ。今日はどういう日かな？こんな寂れたところに人が来るなんて。え、でも周り人いっぱいおったよ。まあいいさ、勝負をしようか。私、ギーマが投げるコインがどうなるか当てるがいい。表。どちらでもないってどういうこと？表、表、表。どうよ。すごいね。予言者のように当てたか。そう。今の君たち、すごく眩しいよ。君は勝利した。サメ肌のライドナンバーを教えるから乗りこなすがいい。お、アイナのライドギアにサメ肌を登録した。それは何？ラプラスじゃ行けん場所？おせっかいながら説明をしようか。サメ肌にライドすれば、 B ボタンのジェットで、あんな岩も壊せるのさ。あ、なるほど、水上の岩を壊せるんや。おせっかいついでだ。16番道路をさらに越えると、フォータウンという街がある。スカルダンがたむろしているから、うかつに近づかない方がいい。え、その16番道路に行くには、サメ肌が必要なの？フォータウン、怖いけど中を探してみようろ。コーラル。なぜコーラル？気流しのと、ん？気流しのハクト。以前は石地方でナウテのトレーナーだったらしい。へえ、そうなんや。あ、じゃあ歴代ポケモンしてきた人にはわかるんかな、この人。スカルダーの連中。人から奪ったポケモンを船で運んでやがるんだ。ええ、最悪やん。不思議な生き物が地軽でキューブに吸い込まれた。あ、こっから渡っていけばいいんかな。あっち側になんか色々と。ん？普通にポケモンライドでいいの？サメ肌アジェットで行った方がいいんじゃね？ね、どっちにしろ水中行けるんなら。なんか人いたよ。これは？これは割れないのね。ん？あ、ここなんか体鍛えよる人らがおるんや。じゃあとりあえず何？どこから？あ、あっち側からしか上がれんのか。ぐるっと回らんといかんのやね。あら、蛍光魚。一系カビゴン。蛍光魚はもうね、捕まえたからやっつけちゃっていいよ。パパッと。なんかいちいち遠いなぁ。おぉ、すげえ。バゴーンって。なんかああいうところもさ、破壊したら、ん？降りれない。破壊したら何か出てくるんじゃないかなーって感じするけど。お、いたよ、トレーナー。ほーら、ゲモンたち出ておいで。エリートトレーナー。てか、回復してきた方が良かったかな、やっぱり。エリナちゃん、かわいいね。え、かわいい。え、これもアローラ。ねえ。白いロコンよ、白いロコン。いいな、いいな。なに、みんな全体的にあれなの？色素が薄いの？ここの子たちは。ロコンの神通力。何その技、知らない。エスパータイプなの？生きよ、カビゴン。さあ、起きて。カビゴンは Z パワーを体にまとった。最強、全力の Z 技。本気を出す攻撃。
あの上にさ、こう指を上げとるときに、さあ上から押しつぶすんだっていう合図ってこと？恐ろしいな、笑顔で。お、ゴースト。いや、このままで行くよ。舐めてやろう。舌で舐める攻撃があるからね、カビゴンには。そしてきっと、あっちの攻撃は私には当たらない。当たったよし、オッケー。試練を乗り越えた技だからね。まだおるんや。ふくりん。いや、このまま行こう。あ、そっか。今一瞬頭の中でプリン想像しとったけん、体長って思ってしまった。おーし、行くよ。カビゴンギガインパクト。プクリンはあれかな。今までずっとノーマルタイプだけやった気がするけど、なんかタイプ増えたし、フェアリータイプとかも増えとったりするんかな。みんな、ボールに戻ろ。ちゃんと回復してあげなね。私も今人のこと言えんけど。あ、あれなんか落ちとるよ。技マシン93、ワイルドボルトを見つけた。ワイルドボルト。それは、電気系の技かな。なんかぽいよね。でもって、ここは全然、目的地ではなかったっぽい。じゃあ、サメ肌ジェットで。目的地まで結構かかるんじゃないこれ。あら。水を使った戦法をたっぷり味わうがいいぜ。さあ、かかってこいよ。海パン野郎の達夫が勝負を仕掛けてきた。あ、一匹だけや。毒クラゲ。毒クラゲって思ったより小さいんやな。ねえ。私、もっとでかいんやと思っとった。よーし、行くよ、ピカチュウ。出ておいでー。カビゴン交代。よーし。あ、そうよ、毒を受けてたんだ、ピカチュウ。よーし、ここでジェットパワー。必殺のピカチュウと、毒を受けてるのにこんな、なんかさ、ほっぺたペシペシってしよるときにさ、なんかちょっと光ってない？ほっぺた白く光るよね。必殺のピカチュウと、おーし、効果抜群だ。なんか毒クラゲってもっとさ、後ろから人をこう覆い隠せるぐらいの大きさあるんかと思うよってんやけど、ブクブクブク沈んだり潜ったり。さあ、ここでお手入れを。これかな。状態異常を直す。はい、これで大丈夫だろう。どう、戻った？まだもうちょっとかな。ほら、これで。よし、オッケー。なんか後ろから見たら普通に乗り物乗っとるみたいやね。俺の海パン、怪力リスペクトさ。マジでそうなんや。全然わからんけど。で、あっち側に降りればいいんかな。こっちの浜辺？こっちはなんか行き止まりやな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。